で、ちょっと剣立てしてるし、剣立てやってる、ブルース・リーがジャッキー・チェンみたいな。やばいっすね。こういうのもあるな。やばいね、腕立てしながら。これすごくいい気がしますね。あ、これでも、技術ってすごいっすね、こう考えたら。こういう、その、普段と逆のことをやるっていうのがすごく大事で、はい、普通の人って手を動かすんですね。はい、でもこれは足を動かすんです。これを実は 内面で行ってるんですね、やっぱり。内面ってどんな？例えば、ここが触れてます。その時に、ここは動かせないですね。はい。だって、ここを乾いちゃったら相手気づかれちゃいますから。はい。だから、例えば、ここを上げていくとか、うん、傾けていくっていうことで、それ例えば、体の後ろ面を上げていけば、倒れます。あ、倒れるか、その、いわゆる、ここを上げることで、上げることで、こうなりますね。いや、寄せられる感じですよ。で、自分が沈むことで、伸ばせる。相手を浮かせることができるんですね。へぇ。さらに言えば、相手が押してたとして負けました。負けたということは、ここから先はやられてます。でも、ここ勝ってますよね。勝ってる勝ってる。勝ってるところに行けばいいじゃないですか。やばいですね。だからその形にこだわらない。すごい。だから柔軟性を持ったあの心を持ってれば、押されちゃったっていうことは、これ負けたのかと思ったら、押されたかゆえにここが残ってるんですね。はい、残ってるここを戻せば、ここを戻すっていうことはここではできないです。なぜかって言ったらここに深くかって。でもこっちは何も負荷がないとか、こっちを押したらもう自然に戻っちゃってる。で、こっちが押したら戻っても足りなければ、ここも何もないですよ、はい。こっちをここでもいいし、もっと力があるんだったらこっちにする。そしたらこれを上げないようにできませんよ、これを押してる人が。上げます。そしてこっちも行きます。そしたらこう押し返す。すごい。ダンスみたい。すごい。だからできることをやるだけ。ありがとうございました。あともう一つの腹筋ローラーちょっと。